米ユタ州で8月下旬に開かれたバイクの国際大会で、丹波市の映画館、恵比寿シネマ。支配人で映画監督の近金拓司さん、62、が、50cc クラスで自身が持つ世界最速記録を更新した。縁故が干上がってできた平原に設けられた直線コースで、平均時速107,309キロを達成した。写真。 バイクの国際大会で世界最速を更新した地下金タクシーさん大会はボンネビルモーターサイクルスピードトライアルズ。地下金さんは映画撮影で知り合った精密加工会社などとチームを組み、2018年に初出場。19年に 50cc と 125cc で世界記録を樹立した。20から23年は新型コロナウイルス化や天候不順で出場できず、5年ぶりの挑戦だった。 新記録を打ち立てたマシンは、国産ミニバイクのエンジンをベースに設計した全長約3メートルの特別仕様。先月27日午後、現地時間、長さ16キロのコースの往復で、19年の平均時速101、686キロを6キロほど更新。最高時速は135キロに達したという。近金さんは、長らく出場できず苦しかったが、 日本の技術は世界一だと示せたと喜んでいる。また共兵。